お疲れ様です。今日はですね、こちらの呪文削り習熟は何でもいいんだよデッキやっていきたいと思います。ということで、LJ ロケットですね。はい。もう LJ ロケットとかもうライトニングでいいやんっていう話なんですけど、逆です。LJ が何でもいいってやつですね。はい。まじ、これ結構事件なんですけども、本当に結局テスラ、バルキリー、ウッドとかロケットとか、まあこの辺が強くて、もうこの7枚が強いんですよ。そうなんで、これが今 LJ で、まあ、世界ほんと多分5、6位ぐらいかな。2人ぐらい使ってるんですけど、この LJ の枠がホグになったり、あー、これゴブドリですけど、ゴブドリになったり、ホグになったりとか、もうここの、なんでもいいんですよ。ここの枠がいろいろ変わってる、あのバージョンがマルチでよく使われてます。まあ、それこそクロスボウとかもそうですね。これクロスで、まあ、なんかどっかアチャクイぶち込んだら、ボンバーアチャクイにしたら、みたいな、とか、なんだこれ、LJ の枠アチャクイでも多分強そうなんですけども、まあ、みたいなわけで、この主軸の枠は何でもいい。この7枚あれば戦えるデッキがね、ありますんで、今日こちらでやっていきたいと思います。まあ、本当に、まあ、チャンピオンなしで使えるっていうのがこのデッキの、まあ、いい部分ですかね。本当に、はい、なんでチャンピオン持ってない皆さんも、ぜひ使ってみてください。そして、あと、この主軸の部分もね、やっぱこう、自分の好きな枠、まあ、好きなカード入れれるんで、まあ、別にバルーン入れたいならバルーン入れればいいですし、まあ、何でもいいんですよ。ほんとゴブリン入れたいならゴブリン入れればいいですし、まあ、好きなカード入れれば、まあ、ゴブリンはちょっとやめてな。成り立つので、まあ、別に何でもいいわけですよね。ほんとに、もうロケットで勝てるんで、まあ、基本的にやっぱでも攻めカードの方がいいかなとは思いますね。まあ、ロケで削るんですけど、まあ、ここの1枚で、まあ、攻めれたり守れたり両方できる方がよりいいのかなっていう。なんで、ラムライドとかはね、結構そうですね。まあ、ホグがあるぐらいなんで、まあ、別に何でもそうですけど。さて、バルーンとかホグとかも全部施設もトルネもあるので、まあ、その辺、ミリも怖くないじゃないですか。まあ、今回ゴレーなのかな。アチャクインゴレーかな。アチャクインもあんの早っ。で、これはもうね、アチャクインにはお仕置きをエリジェイですね。はい、これでアチャクインの効果無効化されるんで。で、これでもう、あとは、まあ、ミニピックなんならトルネードで、ね、引っこ抜いたりしてもよかったですけどね。さあ、これで、LJ がぶっ刺さって勝てるっていう。まあ、一応、LJ で一番使われてるので、まあ、LJ が一番強いんじゃないですか。まあ、これでやって勝てるわけですから、ゴレでしたね。まあ、余裕でゴレでしたね。はい。まあ、LJ が一番強いんですけど、一応他にもホグとゴブドリは使われてますね。あとはあんま見ないかな。まあ、ね、中身がもうほぼクロスボウなんで、ぶっちゃけ。クロスも言ったらこんなんじゃないですか。ね。これだってもうアーチャクイじゃねえわ。あれ、ゴーグル。ゴーグルでだって2つすればいい話っすよね。2つすればいいんだけど、蓋してからの、これトレンディキングドセットあるな。まあ、逆サイミニピとか来たらうまいっすけどね。さあ、まあ、同祭を、あ、待って、ガチで最近ちょっと生きりすぎてる、俺。やばい。やばい、生きってるやつにはね、こういう事件がね、やっぱ。ガチでやばい。本当にやばい。いや、マジでやばい。ごめんなさい。本当にごめん。本当にごめん。なかったことにして。いやー、取るねーなー。痛い痛い痛い。しかも痛い。いやー、これはタゲ変わる。いや、バルキリー強い。で、あと、ま、ゴリミニペなんで、ミニペがいないターンの、LJ が強いわけですよ。はい、レッツゴー。まあ、なんなら LJ ロケットとか打ってもいいわけですからね、これ。ね。ヤンキーすぎ？まあ、さすがにこれトルネウッドぐらいで、ほとんどしばきたいですけどね。やばい、マジでやばい。うわ、ガチやばい。うわ、アチャクイが強い。いや、ガチでアチャクイが強いんで。いや、でも、俺全然勝てますよ。はい。相手スペルないんでね。もう LJ 出して、みたいな。まあ、これだけちょっと嫌だよね。さあ、まあ、しっかり守り用アピールをね、していくよ。そして、ファイボト。で、僕のマックスで、まあ、アチャクイっすね。まあ、真ん中アチャクイを徹底してくんのかな？わかんないけど。まだアチャクイだけちょっと警戒してね。で、テスラ、もったいないな。寝てもらって、あとミニペースね、僕が嫌なのは。まあこれでも LJ ケツ出してもいいですね。テスラ、バルキリー、トルネあれば守れると思うんですけどね。相手も多分ゴレ結構出しにくい香り出してるんで。出てきたわ、余裕で。トルネっすかね。で、なんとか耐えたい。で、ここちょっとミニペをスケに殴らしたいですね。いやー、いいっすね。いいんですけども。いいんですけどね。
さあ、バルキリーがいる。歩いてもらって、いや、これ結構いいんじゃない？まあ、ミニペッカが強いっすよね、これ。いやー、マジでミニペッカが強いっていう事件。ロケ打ちたいんですけど、まあ、一旦ステイっすね。これだ、ミニペトレネで剥がせばいいっすね。あれ相手なんかめっちゃ攻めてくる。あれなんか相手攻めてきたっすね。攻めてきたら、こう最後ミニペだけ剥がして、真ん中着に警戒して、ロケットあるんで、あ、なんだ、ウッドで。おーい！さあ、まあ、変なトレネしなければ多分もっと楽だったんでしょうねっていう感じかな。まあでも、まあ、エレジャイがやっぱ結局良かったみたいなところはあるんですけど、ちょっと他のバージョンでもやってみましょうか。まあ、この7枚でね、戦えるし守れるんでね。まあ、他1枚基本何でもいいよと。まあ、戦えるし守れるとよりいいよねっていうのでエレジャイなんでしょうね。まあ、てな感じでもう何でもいいっすね。まあ、やっぱエレジャイが人気なだけあってエレジャイはやっぱ強かったですけども、そう、ほんと何でもいけるっぽいんでね。まあ、アチャクイとか個人的にしたいですけどね。やっぱ攻めでも使えて守りでも使えるんで、そう、ガチで強そう。まあ、でも今回はゴブドラーにしましたね。さあ、ということで、相手はマジアッチャーウォールブレイカーと。もうこんなのもね、ぶっちゃけもうロケ削りだと思うんですよね。まあ、ゴブドリが入るならいいんですけど、結局ね、ダメージそんな入んないみたいな。相手もゴブドリだ。ってなった時に、じゃあどう勝つのっていうのはもうロケ削りですよね。これワンチャン取れなきゃいけないですけど構えてます。はい、知ってます。はじめマジアッチャーはそこ取れね。で、これも、取れに来たもんな。からの、俺も攻め取るにやっちゃうっすけどね。あー、インフェー。あー、バルキリー、なんか全然ダメージ入らんやん。ね。全然ダメージ入らんやんちゅう。さあ、これもテスラ置いとけばいいっすね。テスラ置いて。まあ、ゴブドリはなんか適当でいいんじゃないですか。で、ウォールブレイカーまでいましたね。そう。これ、キング起動がね。いやー、逆サイ、殴っちゃったなー。いや、なかなか痛めの、なかなか痛めのミスっすね、ちょっと。まあ、なんとかなるんじゃないですか？さあ、トレネで削ってくるよと。なんとかなりそうだけどな、ロケあるんでガチで、最終のロケ削りって、でまあ、いい意味ですよ。ガチでキモいんですよ。いい意味でよ。本当に。それいい意味でしか言わないよ、俺は。もういい意味で、ガチでキモいんですよ、本当に。ロケで打っとけば勝てるみたいな。本当そういうもんなんで。さあ、で、まあ、剥がしてくんのかな。あとは、まあ、マジックアーチャーですよね。警戒したよね。っていうので、ああいうのももうめんどいんだよ。トルネでこう引っこ抜いてあげて。さらば。なんかバルキリーの受けちょっと苦しそうですけどね、相手。俺が苦しいんだよ。いつロケ打つのっていう話なんですよ。もういつにしようかなって。俺も悩んでるんですけどね。さあ、ファイボー。これ、同線の方がいい気がしてきたっすね。ヤンキー取る、え、待って、ガチやばい。ガチでやばい、ガチで今のやばいっすね。下手にも程があるだろうっていう。バルキリー使ったんでこれ結構苦しそうっすけどね。ね、いやー、トレネ耐える。いや、でもダメージこれでも追いついたんでね。はい、もうバルキーで刻みながらね。で、ゴブドリ出してと、バルキーでもトルネ引っこ抜き、相手のバルキーで引っこ抜けばいいんですよ。これでタイミングを今ぐらいだ、今ぐらいにやって、こっちにやって、ゴブリンがさあ刺さるよ刺さるよっていう。まあ、今回お互いもうマジアチトルネ切れなんでね。さあ、で、僕はまあボン君いるんで、このタイミングでもう攻めてあげて。
痛いっすね。バイスピか、もうなんかロケっすね。トルネで、いやーないんかーい。まあロケ圏内なんでね。さあ勝ちましたよっていうので、まあ最後はもう削りがね、まあズルなわけですよ本当に。そう、まあそこがやっぱロケが強いよねっていうのと、防衛が硬いよねっていうので、まあある程度何でもね成り立つんじゃないかなっていうのがこのデッキですね。さあ続いて圧着位バージョンでやっていきます。まあクロスっすね、本当にクロスボウデッキのクロス抜いたデッキみたいな感じっすね。だからこうほんとクロスボウって使えてやっぱ上手いとね、クロスこう通してくるのは来るんすけど、まあ人によってはもうクロス出してこないんで、もうそういうことなんですね。クロスボウの周りが強い、じゃあクロスボウ抜いちゃおうぜってなったのがこのデッキですよね。そう、いやー痛いなー。それでもこの着地さてはめっちゃ微妙っすね。うん、結局もう一枚出さないといけなくなるんでね。それならバルキリーから入ればよかったっていう。これでペッカ蓋されて、まあやばいんちゃうってなるんですけど、まあ多分余裕で耐えれるっすね。さあ消えてもらって、これゴースト金起動したいな。あー、これテスラに寄ってもらって金起動するか。やべ、ゴースト歩くの遅い。危ねえ、危なすぎる。ギリギリって言ったっすね。まあでもザップしまったっすね。さあ、ということで、ペッカ工場かな？ザップだったんで。もうほんと守って。多分、陸硬いじゃないですか。もう、テスラ割り切りボンバつけて、お前どうやって飛んだんじゃ話じゃんすか。なんでもう、ね。もうそういうことなんですよ。もう守ってれば勝てるって。簡単。簡単です。もう守ってるわけ打つだけっていう。非常にシンプル。逆サイなんかね、言うのとか来ると嫌だよねっていう。角度的にもちょうど射抜かれない。いや、いいですね。しかも圧着位でも攻めれる。さあ、こっちにちょっとね、お散歩してもらって、圧着位お前働いてほしいな。あ、待ってよ、ガチでさ、待って、今、マジでやばい。ガチで下手。湯の追加来るっすよね。この位置、釣れねえか。いたいた、マジでやばい。本当に、今日ね、ごめんなさい。マジで、ちょっと下手です。なんすけど、あ、今日のラットさんは、ちょっと下手なんだな、と思って見てもらえると、見やすいですね。はい。非常に、見やすいと思います。なんで、そこをちょっとそう思って見てほしいですね。今日のラットさんは、ちょっと下手なんだって。はい。ちょっと下手ぐらいが、逆にそれはそれでいいみたいなね。何やってんだ、こいつ。ふふふ。もうめんどくさいんでね、もうロケ打っちゃいますよね。テスラあるんでね。テスラあればロケ打っていいですよ。だってテスラあるもん。ほら。テスラあってボンボン。もうあえて通るわけないじゃないですか、こんなん攻め。ね。そのバルキリーも硬くてさ、鉄壁でさ、これ。かわいそうっすよ。僕も本当はこんな戦い方したくないんですよ。そう。まあでも、まあやっぱロケットな打ちたいしなみたいな。いろいろ使えておもろいやん、このデッキっていうので、まあ、せっかくなら紹介しようかなっていうやつですよね、こんなデッキ。まあ、流行られても困るっすからね、結局みんな。でも、こんなもう範囲でもう、バルキリーが壊れてるからさ、簡単に言うとね。これ何が悪いって、バルキリーが悪いんですよね、本当に。他何のカードも悪くないんですよ。いや、着衣か？いや、テスラか？いや、トルネか？好きか？ああ、もう全部悪いわ。さあ、ローキュー打ってやべえじゃんってなるのが普通なんですけど、やばいじゃんってなんないんですよね、別に。止まっちゃうんで。うん。さあ、もう全部ね、これはもうバルキリーがね、はい、ハゲでーす。バルキリーが多分ね、ガチの主犯かもしれない。本当に。まあ、着今どっからどう見てもやっぱ悪いじゃん。強すぎて。でもね、バルキリーなんですね、結局ここ最近、本当に強いと思いますよ、バルキリー。うん。あとロケも2周ぐらいなんでね。もうこんなところでロケ打ったらやばいやんってなるの普通なんですけど、いや別にいいんですよね。そう。で、ここでウッドでできるだけテスラを延命してあげるとかね。意外と大事なんですよね。そう。あとはもうロケ取るね。これで下がっちまえよ、あんた。ね、そっから打っとけ、そっから。
おい、ロケでもちょっとやばいっすね、これも。意味わかんないっすよね。あ、それは笑う、しょうがない。うん、これはね、自然現象。さあ、グーンとゲームでちゅーん。さあ、ということで、マジで、なんでも合うよね、っていうので、続いてちょっとラムでやってみたいと思いますね。まあ、なんでも合うって言っても、やっぱこう、なんだろうな、攻めオンリーとかだってちょっと苦しいのかな、みたいな。まあ、攻めも防衛でもある程度戦えるのがいいのかなっていうので、ラムにしましたね。まあ、別に全然守れると思うんですけどね。テスラ、そう、スケボンバー。バルキリー取るね。ロケあれば、まあ、ぶっちゃけ多分止まらないデッキはね、ないぐらいだと思うんですけど。そうそうそう。困ったらロケ防衛すればいいんでね。まあ、スケルトンラッシュの受けが大変ぐらいかな。なんかそんな気はするっすけど。まあ、ガチでもそれぐらいじゃないですか。さあ、でもこれはラム防衛ですね。ああ。これででも、結構いい防衛になると思うんですけどね。このジャイ、ワンチャンキング起動説もあるっすね。ジャイっても重たいのかな？一発？おーい。まあ、わざわざウッドも使ったんでね。で、まあ、スパーキーにはローケがあるよと。で、今回コウモリいるんですけど、まあ、コウモリにはトルネ使えばいいでしょ。で、ミニペッカーつけ？で、ファイブか。ファイブ持ってました。あー、これやばいっすね。誰がどう見てもやばいっすね。これはウッドでなんかカード回してからの、キング起動してるんで、耐えれはする。あーい。これ耐えれたらもう耐えれるっしょーって感じの思いはあるんですけど、どうでしょうか。これやばいのかな。いやもうキングが起きてるんでね。いや、そうなんすよ。キング起動でかいんですよ。さあ、ということでガゴムレきついでーす。まあ、トルネで後ろに下げるっすね。ジャイガゴムレ来た時にトルネで下げるとガゴムレが先行してくるんで、ガゴムレを先に壊せるっていうなんかね、変な技みたいなのがあるんですよね。をまあするのと、まあ最悪ロケ打ってもいいですね。でまあスパイロケ打っていけば事故んないんじゃない。であとはもう2300削れねえなって思ったらロケ削、ウッド削りかな。ウッド削り。ガチで地味かもしれないんですけど。まあ地味ぐらいがちょうどいいんじゃない。いや、ボンバー、なんとなく逆に合わしちゃおう。いや、これ、コウモリ先行、先行してくるか。ファイブとか打ってくるのかな。そう、まあ、テスラ置いて、ラムでこのミニペを受けるのいいっすね。やっぱ、ラム防衛ね、やっぱ結構いいっすね。でさ、あれ、最後トルネードで引っこ抜けるんだ、こっち。もう無理やりテスラの方行っちゃって、行っちゃって、行っちゃってって感じで。はい。で、もう逆サイラームとか行ったらもうガゴムレ来ちゃうんでね。はい。ガゴムレ読みロケットぐらい。ピャーンって行く勇気はないですけどね、さすがに。あ、一発まで入るっすからね。さあ、もうロケ打っと、こう回るんじゃない？どう思います？回んないかな？いや、回る回らないじゃないですか。回すんだよ。591だったっけ？ロケットマジで使わなすぎてね。はい。で、回るんで、まあ、回転前で最後のね、まあ、こういう削りも、まあ、こういう高回転デッキあるあるのズルですよね、と、まあ、いうわけで、いや、テスラも、下放されましたけどね、結局強い。結局ね。さあ、ちょっと続いて、ウォールブレイカーとかもね、おもろしろそうかなっていう。まあ、ディガーはないんですけど、まあ、別にディガーなくても、ロケで削れるんで、まあ、なんか防衛でもね、陸受けとか、逆サイ釣りとか、まあ、そういうのでも使えるし、一応攻めでもね、やっぱニコスで結構こう飛んでくるとうざいと思うんで、さあ、高回転、ウォールブレイカーロケッツですね、ディガーなし。さあ、ヤナアメ、ラバホリとかかな。まあ、テスラで溶かしてロケットボーン。で、その間に頑張って陸で攻める。そんな感じかな。うん。さあ、これもなんかウォールブレイカーセパとかでね、受けたいけどな。もうウッドでいっか。さあ、これちょっと延命したいけど。一発？あー、ガーゴ一発だけでも殴ってくれたら幸せでしたね。なんかガゴって地味にダメージあるっすよね。ジャイスケーラーですね。さあ、ジャイスケーラーです。で、ジャイスケーラーは、まあ、マジで、
スケラの木はこのデッキ多分きついんで、普通に嫌って感じですね。まあこれでも消えられるんで、あ、消えられたらもあんま関係ないのか。痛い、いやー痛い。スケ出しゃよかったな。スケ出したら500、600ダメ抑えれたってなると出した方がよかったっすね、間違いなく。さあ、で、橋前車生きたらトレネで下げますね。うん。ウッド等である程度守れる気もするけど、ある程度って感じかな。これでもなんか近畿道できそうっすね。いやー、バルキリー出さずに近畿道でしたね、今。正解は。これ、ユキか、スケブか。スケブでしたね。うん。さあ、いいっすね。ダメージ稼いでいかなきゃね。やっぱロキ削りだけだと、スケラとかがやっぱ大変になってくるんでね。さあ、出して。まあ、これは圧着いいか、嫌な雨かって感じかな。さあ、嫌な雨。いや、ローキ打ちてー。なんかいい位置が出してくんね。圧着の位置が。下げます。で、こうすると、ここマジユニットで守れるんで。いや、タゲが悪い。マジで。ユニットのタゲが。で、ウォールブレーカー、まあ、飛ばしとくと。これに対しての勝ち方は、あの、まあ、ロケ削りぐらいしかないですからね。結局。ロケで、削っていきたいな。圧着今でも出てくんねえかな、あれ。来ます、圧着。にゃー！いや、惜しいな。ちょっと狙ったんですけど。こういうことすると死にます。はい。ガゴ追加安い。いやーん。スケルトラッシュの受けがきついよー言うて。いやー、それじゃ美味しい。マジだと思う。運ゲー祈り。ロケ削りやっていくか。あれでもユニットから入るんでね。ゴリゴリにやっぱやれすぎぐらいがちょうどいい。やんやんやん。はい、てなわけね。まあスケラがちょっときつそうかなと思いますね。まあなんか LSP とかにしてもいいのかなと思うんですけど、まあこの4枚も強いんでね。4枚、7枚か。まあ、スケラはシャアなしで全然戦えると思うんでね。ぜひ、はい。この枠ね。まあ、最強は LJ です。ぜひ、使ってみてください。チャンネル、高評価までお願いします。では、大塚ちゃんです。またにん。